はい、皆さんこんにちは、山秀のマックです。今日はベンチメイドから1本おすすめナイフをご紹介します。じゃん、こちらですね。これはベンチメイドのミニアダマスマーブルカーボンファイバーというモデルになります。アダマスシリーズはもうベンチメイドの中でもブラッククラスですごく人気のあるシリーズになります。まあ本当ブラッククラスの代表格と言っていいんじゃないですかね、アダマスシリーズは。その中の、ミニサイズの方、273の方ですね。そのシリーズにカーボンファイバーのハンドルが仲間入りしました。でもちろんそのこのマーブルカーボンという、この見てください、このマーブル、こう綺麗なマス目になってない、まあ、カーボンファイバー、これ丈夫ですよね。当然こういうマーブルになった方が丈夫です。マーブルカーボンのハンドルもポイントなんですが、このミニアダマスのもう一つのポイントはブレード鋼材です。このミニアダマスのマーブルカーボンモデルに初めてベンチメイドがマグナカットという CPM マグナカットという最新粉末鋼を採用しました。まあ、このステンレス鋼は今までのナイフ業界の常識を覆すほどの新素材と言ってもいいと思います。切れ味、長切れ、錆びにくさ、人生、強度、すべてナイフに必要な要素を最高レベルで合わせ持った鋼材と言っていいんじゃないでしょうか。もういろんなメーカーが今こぞってこの新素材の CPM マグナカットを採用していきつつあります。ベンチメイドもその波に乗りながら、このミニアダマスマーブルカーボンというモデルに、初めてこの鋼材を採用いたしました。でそれでカーボンファイバーのハンドルとこのブレード鋼材、これがこのナイフの最大の特徴ではないかと思います。ハンドルのこの大きさだったりデザイン、サイズ感は今までのミニアダマスと変わりはありません。サイズを申し上げます。全長で 193mm、 そして刃の長さ、波長が 82.6mm、 刃の厚み、刃厚の方が 3.6mm、 フォールディングナイフにしてはこのサイズにしては厚めですね。はい、そして、重量 126g となっております。そしてブレードは先ほどお話したように CPM マグナカットという粉末ステンレス鋼を使っています。ハンドルはマーブルカーボンファイバーになっております。そしてブラッククラスになっております。はい、ライナーだとかブレード、ピボットピン周りのこのカラーだとかポケットクリップだとか、このあたりをすべてこのアースカラーで統一して、少しこう何ですか、色が薄くエイジングされたようなね、このゴールドではない、ピカピカゴールドではない、この真鍮っぽい感じ、少しエイジングされた真鍮っぽいアースカラーで統一されているのもかっこよいんじゃないでしょうか。はい、見事にこのハンドルのマーブルのカーボンとカラーがマッチしています。アクションはアクシスロックになっておりますので、片手の操作も可能です。ただこのブラッククラス、アダマスシリーズのロック、アクシスロックの解除方法ですが、薄いバグアウトだとかグリッティリアンはこちら側片方だけで大丈夫なんですが、このブラッククラスのアダマスシリーズは必ずロック解除を人差し指、親指、もしくは中指、親指で挟んで使ってください。そうしないと片側だけだとちょっと噛んでしまう感じが、棒がレバーが斜めになってしまう感じがあるので、ここは両方で解除して閉じてください。片方じゃなく両方で解除して折りたたむと、はい、そういう感じになります。はい、こちらがミニアダマスのマーブルカーボンファイバーモデルになります。品番が 273-03、はい、概要欄の方からご購入も可能になっております。リンクを載せておきますので、ぜひ皆さんお買い求めご検討ください。はい、それではまた、次回 YouTube でお会いしましょう。ありがとうございました。